まあこれを基盤になんか他のやつやれば簡単にクリアができると思いますので、ぜひ真似してみてください。余裕でしょ。チェキラドメイト14です。今回はこちらね、オーガストクラリファイアチャレンジというわけで、8月予選会、世界大会のね、8月予選のチャレンジをやっていきたいと思います。まあ、これはね、誰でも、タウンホール、いくつでもね、参加できるので、まあ、コミュニティタブ、イベントタブの方からのね、一番上のチャレンジを見てみてください。まあ、今回、リプレイは3本ご紹介します。1本目は、まずは世界大会で実際に行われたアタックを実際になぞってみると、全くその通りにやってみようと思います。で、残り2本なんですけど、これ、中華式って呼ばれる編成がね、今回のお題なんですけど、その中華式の部分の中華の部分を全部抜いてね、前回取れるので、まあ、それもご紹介していこうかなと思います。まあ、どういうことかっていうと、ペッカ、ネクロ、スーパー、ウィザード全部使わずに前回取ることができるので、僕と同じようにね、攻めてみれば、その辺のユニット全部残してアタックとやれるのでね、ぜひ試してみてください。というわけで早速いきましょう。はい、というわけで最初はね、実際に行われたアタックを見ていきたいと思います。まあ、これは見ていきたいと思いますというか、まあ、それをなぞっていこうと思います。はい。まあ、実際のね、世界大会のリプレイ見たいよって方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらなぞって、見てみてください。まずこのオデヒーの目的はこの2次のマルチ IT を破壊することです。まあ大体この辺ね、最初まあ微調整何回も挑戦できるんでね、微調整して一番いいとこ狙ってみてください。はい。これちょっと対地クロス当たり方なんでね、ここはあんま良くなかったかもしんないけど、まあとりあえずね、1本目はこれでやろうかなって決めてたんで、これでやっていこうと思います。はい。まあ、本家もね、ここレイジ使ってたので、レイジを打ってみましたと。三次側をアーチャーで地味にカットして、まぁ、ちょっとこれキャンプのみで終わっちゃったんだけど、綺麗に角度つけてやれば闇の兵舎まで削れるので、そこまで削るの方が、まぁ、あんま変わんないけど、ベストかなと思います。で、マルチ IT が壊れたところで、ペッカ、ウッドランチャー、キング、ネクロを外周部投げつつ、ホールブレーカーで穴開けをしていきます。はい。で、外周部キングと当たるところでストライカー添えてあげましょう。中心部はレイジをかけていきつつ、ホーミングチェック用のバルーンも添えていきつつ、これね、クイーン出すの忘れてるんですよね。クイーンも出していきましょう、本当はね。で、ウッドランチャーちょっと遅めに出しちゃうと、ここ穴開きが間に合わないので、気持ち早め、今も若干間に合ってないぐらいなんですけど、はい、クイーンを忘れてたので、今頃出してきて、この辺でトムと。スパビズにもしっかりかかりつつ、前衛のペッカにもかかりつつ、ウッドランチャーも守っていくと。で、中心部はレイジだったりなんかやりつつ、今ね、6時の透析機の部屋、キングが入ってるんですけど、これ足りないので、しっかりフリーズをね、透析機とクイーンあたりに打ってあげつつ、ロイヤルチャンピオンも6時追加です。で、中心部ウッドランチは割れたような感じでイーティーたちが出てくるんですけど、この辺もう一回0時かけてあげて、タウンホールまで確実に取りに行くと。ロイヤルチャンピオンの能力はね、できるだけ最終区画まで残してあげる方がベストです。はい、タウンホールをきっちり壊してあげつつ、ギリギリですね。ぐるっと回っていって、あとはね、まあ本家の方もね、この透析機器の部屋が最終区画になっていたんですが、まあ、ここまでかなりの余力を持って回すことができれば全開は待ったなしかなというところですね。ロイヤルチャンピオンの HP 管理も大事かなとは。まあフリーズを1本余らせれるような展開で回ってくればもう間違いないんですけど、これなしでも余裕で乗り越えてあげれるんですよ。はい。まあ、決めてやロイちゃんの能力をここまで我慢できるかっていうところですね。まあ、6時を早めにね、キング、フリーズ、ロイヤルチャンピオンで突破してあげつつ、まあ、その追加で中心部火力をね、ペカたちでドッカンといく、いけるかどうかっていうところがね、この前回になったかどうかの境目です。はい。というわけで1本目はとりあえずね、オリジナルの攻めをしていきました。はい。まあ、ここから2本はちょっとね、まあ、遊びというかそういう形でやっていこうと思います。まずは、ペッカ、スーパーウィザード、ネクロ、全部余ったバージョンで見ていきたいと思います。クイヒー、ここから始めていきましょうと。まあ、これはね、何度もやり込んだんじゃなくて、パンパンってやって、ああ、取れたよ、やっぱ、みたいな感じだったので、もうちょっと綺麗に正確になんか一個一個すべてをね、的確にやっていけば、もっと余裕のあるアタックだったり、もっといい回答があるかもしれないです。ここはまあ、ホーミングチェックはまあ、赤枠がいくつかあるのと、っていうところで削っていきつつ、迫撃砲をこれ、ウィザードで破壊することで、透析機の部屋のね、あるホーミングチェックをしていきます。ここにホーミングがあるんですよね。まあ、やろうと思えば一発で多分赤バック黒バック両方吸えるようなね、ホーミングチェックができると思うんで、どっちでもよかったかな、ぶっちゃけ。はい。で、3次側を事前にアーチャーでカットしてるのが見えるでしょうか。アーミーキャンプと闇兵舎のところを削りつつ、これアーチャータワーとテスラのところをね、クイーンの方でターゲット取ったの見てからこれウッドランチャー投入です。はい。
で、スーパー、ロケットバルーンか。ロケットバルーンに関してはこれ意外とあんま強くないんですよね。ポイズンかかってやってくるような形だし。うん。ほっといてよかったですね。で、ここから最近流行りの陸王伝型で進めていきます。サンジガーをキングロイヤルチャンピオン陸王伝で突き進めていきつつ、ジャンプをマルチ IT2 本受けれるようにね、取れるような形でかけていきます。クイヒーの方はね、これ、ほら、ウッドランチャーの方が、から出てきたイエティたちがね、全員張ってくれてるので、ここでようやくレイジっていう形ですね。はい、ここで、と。イーグル4受けちゃったんでね。ちょっとフリーズ遅かったので、クイーンクロック吐かされるんですけど、この辺もうちょい綺麗にね、修正すればもっといい展開になりそうですね。余裕がまだまだありそうです。さあ、フィストを使っていきつつ、これジャンプでマルチ IT とかをいろいろやってくれと。はい。で、フリーズ。ロイヤルチャンピオンの方も余ってるんで、レイジフリーズガンガン両チェンのために打っていきましょうかということで、はい。レイジフリーズですね。まあ、この段階で50秒あって、ユニット全部余ってますよね、と。はい。中華式の中華の部分が一切使わずに全開を取ることができましたと。はい。残ったユニット、ペッカ3体、ネクロ3体、スーパーウィザード4体と、まあ、中華式、カッコ、みたいなところで。まあ、これを、だから、なんか、ペッカたちをしっかり、なんか、三次側っていうか、この、キング、ロイヤルチャンピオン、リコーデンのパートにね、一緒にペッカ、スパビズとか、一緒に投げてあげるだけでも余裕の全開にはなると思うんで、うん。まあ、これを基盤になんか他のやつやれば、簡単にクリアができると思いますので、ぜひ真似してみてください。余裕でしょ？うん。で、ラストもう一本見ていきましょう、と。さあ、ラストですね。こっちはね、ほぼ同じ形で、ペッカ1体だけ使っちゃったよーってやつですね。多分、使わなくても取れるんだけど、まあ、めんどくさいんで使っちゃいました。はい。で、今回はクイヒールートが3時側からになってたはずです。考え方的にはほぼ変わんないっすね。はい。クイヒーの位置が変わったぐらいです。3時からクイヒーをやっていって、6時の投石機の部屋に入れていくので、ウッドランチャーでタウンホールまでの道を作っていって、もう1回3時のイーグル砲のところからキング、オーデン、ロイちゃんとかをぶっ刺した形だったかなと。はい。で、ここ、あ、ちなみにこれレイジいらないっすね。これは、まあ、いっか、これで。レイジかけずにストライカーを1体だけ出すだけでも、これ、倒せるんで、レイジ温存できます。ちなみに。使ったバージョンにしちゃってたわ。はい。その辺はちょっと試したんで、余裕ですよ。で、このまま、6時の部屋を入れていきつつ、まあ、ここもレイジをかけて、投石クイーンと当たるところなんでね、はい。処理していって、ウッドランチャーをいい感じに投げていくと。まあ、流れとしてはほぼここまで、最初の クイーンが、の移動だけですかね、クイーンのルートだけぐらいかな、変わってるところっていうと。ウッドランチャーがいい穴を作ってくれましたね。さあ、ロケットバルーンもウッドランチャーの方に向かっていったので、ほぼ無力か。で、イーグル砲のとこ穴開けしてあげて、サンジをね、クイヒーのサイドカットの時に穴開けてますからね。あ、サイドカットできてますからね。で、レイジかけてと。で、外周部ペッカ投げていったんだけど、これはね、多分なんかすればなんかできるでしょう。うん。ガーゴイルとかでもいいあれなんで適当にやりつつ、まあ、ここからはさっきとほぼ流れは一緒です。さあ、クイヒーにしっかり呪文をかけてタウンホールまでの道を作ってあげつつ、レイジまーたクロックがよろしくないですね。さあ、フィーストを使いつつ、ここでトームロイヤルチャンピオンのブーメランを温存していきつつ、さあどうでしょうか、突破できるかな。ナイス。さあ、裏からアイゴレバルーンとかよね、なんかお遊びまでしてあげてますね。まあ、呪文があるのでしっかりフリーズをかけていきつつ、まあ、多分これもね、ペッカ温存できますね。まあ、見ていただければわかると思うんですけど、中華式の中華の部分ね、なしでね、全然前回取れると思います。はい。まあ、フリーズは余っていて、まあね、考え方的には同じかな。こういう形で、まあ、簡単に全開取ることができるので、まあ、クリアだけ目指したい方は普通にこれペッカ、スパビズ、ネクロ全部使っていいので、
まあ今紹介した2ルート2つのパターンにこれをユニットをね追加するだけで全開取れると思いますので、クリアなかなかできないよーって方はこの動画を見て、ぜひこの2パターンのねやつを、まあ、ペッカたちを入れるバージョンでやってみてください。かなり簡単に全開は取れるかなと思います。コツとしてはウッドランチャを出すタイミングですね。遅すぎたら穴が開かないし、早すぎるとダメージを受けてしまうので、まあタイミングよく出してあげることかな。あとはまあクイーンの HP をしっかり管理してね、まあ何度でも挑戦できるので、まあ自分でなんかこれぐらいがいいなっていうのを何回か試してやってみてください。まあ、結構このねチャレンジはねタウンホール14じゃない方からすると結構難しかったりするので、簡単なやり方教えてくださいとか、まあ、14の人でも結構、どうすればいいのかわからないみたいな方がいるのでね、まあそういう方にこういうやり方がありますよという動画でしたと。まあその上で全く使ってないユニットたちもたくさんいるので、まあぜひプラスアルファでねこういうこともできるよみたいなのあったらぜひコメントだったりいろいろください。というわけで今回はこちら3ルートのご紹介でした。ぜひ真似してみてください。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。